エレメンタルヒーロージアースの効果発動。自分のフィールド上のエレメンタルヒーローをリリースすることで、ジアースの攻撃力をそのモンスターの攻撃力分上昇させる。そのままモンスターに攻撃。うわぁ、あー負け決まったんだぜ。やったー、勝ったよ。やっぱりエレメンタルヒーローは強くてかっこいいな。特にこのジアースがかっこいいよ。ジアースいいよな。ジアースは漫画版でもかっこよくてほんと好きなんだぜ。これって漫画版のカードなの？知らなかった。知らないで使ってたのかだぜ。まさか漫画版 GX を読んだことない？うん、あったのは知ってたけど読んだことはないな。もったいないんだぜ。かなり面白いのでぜひ読んでほしいんだぜ。そうなの？でもアニメ版と内容被ってたりするんじゃないの？いや、それが完全オリジナルの内容なんだぜ。でもそれがめちゃくちゃ面白い展開なのよ。じゃあ今回はそんな漫画版遊戯王 GX がどんな内容で、どんなカードが登場するか紹介していこう。すっごい気になる、お願いします。よし、早速紹介していくんだぜ。遊戯王 GX は原案監修高橋和樹先生、漫画を影山直之先生が書いてる作品なんだぜ。確か、V ジャンプで連載されてたんだよね。ああ、V ジャンプにて2006年2月号から、2011年5月号まで連載されたんだぜ。アニメが2004年からだから2年経ってから、漫画連載が始まったんだね。そうなんだぜ。それもありアニメの内容と変わったところもあるんだぜ。それってどういうこと？影山先生がフレイムウィングマンをエースモンスターとして、ネームを書いて高橋先生に見せたところ、アニメでもうすぐ新ヒーロー出るから、オリジナルのヒーローで行こうよ、ということになり考えられたのが漫画版のエース、エレメンタルヒーロージアースなんだぜ。そういう経緯があって漫画版と、アニメ版では使うカードが違ったんだね。じゃあストーリーの方は内容違ったりするの？ああ、デュエルアカデミアで主人公結城十代が、エレメンタルヒーローを駆使しながら様々なデュエリストと、デュエルするのは同じなんだけど、内容や登場するキャラの使用デッキは、大幅に変わってるんだぜ。そんなに違うんだね。具体的にはどう違うの？大きな違いとしては十代がデュエルをするきっかけになった男、響紅葉の存在だと思うぜ。紅葉、十代とはどういう関係なの？十代が幼少期に入院してる時にたまたま出会ったんだぜ。紅葉は実はデュエルチャンピオンで、十代にデュエルの面白さを伝えるんだぜ。実はジアースや羽繰り棒は紅葉のカードだったんだぜ。そうなの？じゃあなんで十代が使ってるの？あるデュエリストとのデスゲームに敗北したことにより、本気でデュエルをしてカードをドローするたびに、命を削られるという体にされたんだぜ。それでプロ引退試合の相手に十代を選び、そのデュエルの後に十代にデッキを託して倒れるんだぜ。それで紅葉に託されたデッキをずっと使って戦ってたわけか。そうなんだぜ。ただ物語後半では自分自身の最高のデッキを作るといい、完成したのがマスクドヒーローなんだぜ。マスクドヒーローも漫画版から出たカードだったんだ。OCG でカード化されてるのは、10代が漫画で使ったものがほとんどなんだぜ。知ってるカードばっかりだ。こういった漫画版のオリジナルカードが、多数出てくるのも魅力の一つだぜ。この漫画で重要になってくるカードシリーズが存在するんだぜ。それがこのプラネットシリーズ。プラネット惑星ってこと？ああ、そうなんだぜ。それぞれ惑星の名を冠するカードたちで、劇中設定としては世界に1枚ずつしか存在しないカードなんだぜ。もしかしてジアースもプラネットシリーズ？そうなんだぜ、ジアースは地球のカード。他のカードも教えてよ。水星のザ・トリッピング・マーキュリー。使用者はヨハン・アンデルセン。金星のザ・スプレンディッド・ヴィーナス。使用者は漫画オリジナルキャラレジー・マッケンジー。木星のザ・グランド・ジュピター。使用者はエド・フェニックス。火星のザ・ブレイジング・マーズ。使用者はオースティン・オブライエン。天王星のザ・ディスペア・ウラヌス。使用者はアモン・ガラム。土星のザ・ビッグ・サターン。使用者はこちらも漫画オリキャラ、デイビッド・ラブ。海王星のザ・タイラント・ネプチューン。使用者はジム・クロコダイル・クック。今は純惑星になってしまったが、冥王星のザ・サプレッション・プルート。使用者はフブキングこと天上院吹雪。そして太陽のザ・スプレマシーさん。使用者は重大なネタバレになるから伏せておくんだぜ。何それ、すっごい気になる。そう思ったのであればぜひ漫画版を読んでみてほしい。他にもこのカードは漫画初だったのかってのが多いから、ぜひ漫画を読んで確かめてみてほしいんだぜ。電子書籍でも買えるみたいだから早速読んでみよう。皆さんもこれを機にぜひ買って読んでほしいんだぜ。少しでもこの動画が参考になったら、チャンネル登録と高評価してくれると嬉しいんだぜ。じゃあ今回はこの辺で。皆さん、バイバイ。